日本ライトフライ級サイン、安藤浩介です。どうすこい。前回、タイトルマッチ負けてしまったんですが、次の試合はワンパンでぶっ倒します。リベンジできる機会が来るとは全然思ってなかったんですが、次は絶対倒して勝ちたいなと思ってます。圧倒して勝ちます。前回、タイトルマッチ、今までそんなに使ってなかった、左フックだったり武器が増えたなっていう、それが実際に通用したっていう実感もあったんで、それが良かったなと思う点と、悪かった点は引かせた後もっとしっかり詰めれたらまた変わってたかなっていうのがあるんで、そこの甘さがちょっと良くなかったなっていうのはあります。今回は時間もありますんで、右の使い方だったり対サウスポーの、フェイントだったり、いろんなやり方を学んでるところです。もともと右利きのサウスポーなんですが、結構足を使って距離を取って打っては回り打っては回りっていうイメージですね。ポイントを取るのがうまくて、若干戦いにくいようなイメージはあります。前回負けてはいますけど、もう正直自分の方が実力は全然今上だと思ってますので、 100% 勝てると思ってます。7年ぶりの対戦になりますが、あの時の俺とは全く違うので楽しみにしててください。今自分は日本ライトフライ級3位に位置しているので、そこのランキング次第にはなるんですが、またベルトにつながる試合をやっていきたいなと思ってます。微笑みスナイパーの方がしっくりきてんじゃないかなと思いますけど、世界の浩介って言ってくれるのもすごい愛されてる感があって好きです。俺はいつも応援してくれる皆さん本当にありがとうございます。次も、めちゃくちゃ盛り上がる試合しますので、熱い応援よろしくお願いします。試合終わったら、甘いものをたらふく食べたいです。